はい、こんにちは。今回は100円でね、激安のものを前に申し上げたので、紹介したいかなと思うんですが、こちらですね、アキラのね、NSX になるかなと思うんですけども、これはですね、ホンダのインテグラのね、タイプ R、 日本で言ったらホンダインテグラのタイプ R になります。で、これは紀神の2代目インテグラだから、そのモデル自体も日本車の通過とは一風変わっていた。ボディはホイールベースが 20m だけ延長されたものの、全長むしろ 10m 短くない。前幅は5ナンバーの幅を守るために 1695m のままを抑えた。生まれ変わるために大きくなる日本車としては例外的だ。スターリングは2世代前のクイントインテグラを用意させたストリックなタレントを持ちつ、モデルチェンジは当初丸型4通式ヘッドランプが実際を放った。エンジンは 1.8 リッターとして初めて VTEC 加減バルブタイミングリフト機能付きとなった B18C 型 BOC が新しくて、 1.6 リッターの B16A 型をストロークアウトした。これは180ブレーキが発生し、4400回転で切り替わる。 VTC の他にも 5800m を超す排気管長さに代わるデュアルイングインテークマニュアルフォードを備えるのが特徴。他に SOC 1.6 リッターのインジェクション仕様120馬力と同ツインジョブ付きの105馬力の2種類で、タイプ R は B18CR 型をベースに120馬力をスーパーとしたもので、 40kg の軽量化と専用チェーンの、サスペンションを誇った、車らしいんですね。で、それがこのホンダインテグラタイプ R で DC2DB8 型と呼ばれるもので、1995年から2001年まで、販売されています。で、新車での価格が、228万円ということでね。で、リッターは 13.4 と、結構燃費がいいんですね。で、実際ホンダの燃費ってのは、そのカタログ数値よりもさらに上の数値に上回ることがあるらしくて、だからリッター13ということは下手したら15ぐらいは排気で走ると、いうぐらい、やっぱりホンダの車って作れてるらしいんですね。そういうところでは本当にこういう車ってのはいいなというふうに、思いますね。で、こういうふうに内装なんかも非常によくできていて、なかなかの、あの良さで、このタイプ R っていうのは非常にこう特徴的なね、車で、いいなというふうに思います。いかにも速い感じでね。なかなかないんですよね、ホットビールのミニカーって。こういうインテグラル。やってる。だから、なかなかないだけに、やっぱりこういうものをふっと納車できると、非常にこう嬉しいものがあるんじゃないかなというふうに思います。で、これはホットウィールのね、メーカーでして、ミニカーの車になってて、海外だとアキラブランドにね、なるんですけども、なかなかこういうインテグラのね、感じがよく出ていて、非常にいいなというふうに思います。どうもありがとうございました。